いつも動画をご覧くださりありがとうございます。 NHK 大河ドラマ麒麟が来るが19日予定に2週遅れてスタートを切った。沢尻エリカ被告の逮捕により川口春奈が代役となり撮り直しが行われた影響だが、初回から川口が登場、ネットではもう代役じゃない、違和感ないなどの声や、これが撮り直しなどの思いを抱く人、沢尻エリカだったらどうなっていただろうなど様々な声が上がり、注目の高さを伺わせた。ようやく始まった20年の大河、初回視聴率は 19.1% と16年真田丸以来となる初回 19% 超えと期待値の高さが数字となって現れた。注目シーンの一つがやはり川口春奈の登場。沢尻被告演じる予定だった斎藤道三の娘機長役、初回の終盤に登場し馬に乗って颯爽と城に向かうシーンこそ顔は映らなかったが、父道三に父上が戦を始めると聞き馬を飛ばして帰ってまいりました、御陣にお加えいただきたくなど凛々しく訴えた。ネットでも機長が一時リアルタイムツイート上位に入るなど川口の演技に注目が集まった。最初から川口春奈ちゃんでよかった、頑張って、もう代役じゃないと思います、川口春奈の方が似合ってると歓迎の声や、沢尻エリカのが見てみたかったと残念がる声、撮り直しは大変だったろうと察する、機長さん登場シーンのたびにこれ撮り直し大変だったろうなと思ってしまうのはもう致し方ない、この撮り直しのために本木雅弘や西村雅彦を再招集したと思うとゾッとするの声の一方、撮り直しってこと忘れてたなど様々な声が溢れていた。はい、ということで記事の引用は終わります。川口さんの登場シーンは1話の終盤で、もっくん演じる斎藤道三が戦に向かうところに自分も力になりたいと志願するけど断られて悔しそうな表情を見せるという場面でしたね。御陣にお加えいただきたくという時の勝ち気な笑みを漏らすところがですね、機長の気の強さをよく表現しているなと思いました。川口さんはフジテレビの連続ドラマガリレオの第2シーズンで水晶占いを信じている真面目な女子高生を演じてたことがあるんですけど、私の中でそのイメージが結構残っていておとなしい印象がありましたが、調べてみると結構サバサバしていて思いっきりの良いところもあるようです。あと去年ぐらいだったか、佐藤ひとみさんがダイエットしてる時に隣でホットドッグを見せつけながら食べたり、佐藤さんに白目を向いた写真を送りつけたりとお茶目な面もあるようです。こういうエピソードをなんかいろいろ調べるとですね、機長という役を立派に果たしていくんじゃないかっていうふうに感じました。チャンスを生かしてこの大河を機に川口さんにさらに飛躍してほしいですね。今回の話題は以上になります。コメント欄にご意見ご感想をお聞かせいただければ幸いです。動画に対するグッドバッド評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。登録後に現れるベルマークをクリックして全てを選ぶと、ベルが鳴ってる状態になります。こうすると令和芸能チャンネルからのお知らせが届くようになります。よかったらベルマークのクリックまでしてくださると嬉しいです。最後までご覧くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。それでは。